どうもさ高さんの遠足 USJ あったんですけどこのでっかいねツバヒロハットをかぶっていって針出る前でこうかっこつけた文系担当の人はどうです うん、もうこういうなんかカンカン帽とかでもなくこういうつばが広いあのカウボーイみたいな帽子かぶってました修学旅行で修学旅行じゃないあの遠足で遠足でユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの遠足でなんかいろいろツッコミどころあるけど <laughs> まあもうええわはいもう今日は時間ないから行きましょうはいまあ今日はですねちなみにね<あ>他のクラスから冷ややかな道を見せられてました当たり前や <laughs> <laughs> 言わんでもわかるわ <laughs> ということで、まあ、今日の企画なんですけど受験生の夏までの後悔をね 視聴者さん、OBOG の皆さんに聞いてまいりました。で、前回の動画になるんですけれども、5つにね、まとめた動画があるんですね。まあ、ただ、結構いろんなコメントをいただいておりまして、こちらで、ね、39件コメントが来ておりますということで、まあ、一挙紹介した方がいいだろうということで、紹介してまいる動画でございます。はい、いいかな。じゃあ、弁当くんか、どうぞ。 交互に、ね、回答していくって,していいくきますじゃあ、1個目からお願いします。はい。志望校をちゃんと調べていなかった。夏までに第一志望をはっきり決められていたら、もっとモチベ上がっていた。志望校を決めろっていう話ですね。お次。え共通テストで目標点取れなかった場合のこと、何も考えていなかったこと、第一志望のことしか考えていなかった。うん。まあ、いろんなケースね、やっぱ想像するいうのはすっごく大事ですね。まあ、もうちょい先でもいいかなって思うんだけども、 今大志望はもちろん決めておいてほしいんですけどもこの大学夢になっこの大学夢になって第二第三志望も今決めておくことすごく大事だったりします滑り止めも行きたいところに設定科学の理論と向きの復習をナーナーで済ませてしまったまあ復習重要にしてくださいあのもうやってもね覚えられませんので語呂合わせとかマインドマップを勉強しながら作りましょう英単語の意味が出てくるのに数秒かかるような状態で夏を迎えるんじゃなかった自分のあのお葬式の時のこの漢おけにも単語帳を入れるぐらいには単語帳大事い にしてね、めちゃくちゃ単語帳ね、やりまくってください。はい え数学の基礎を固められなかったこと物価に時間をかけすぎて数学をおろそかにしてしまい最後まで伸びませんでしたこれよくあるあるです理科に時間を割すぎて数学あんまり時間かけられない特に数学があんまり好きじゃないなっていうふうに思っている人とこういうことはありがちなんで、えー、配点がでかい英語とか数学に時間をかけましょうお次英、えー、単語古文単語とか暗記事項を普段からコツコツやるこれもね英単語とか古文単語とねあの葬式のねカウンチで入れると思うんですけども <laughs> それぐらい大事にしてねやってくださいじゃあ聞くけど。 入れるんかほんまに <laughs> 入れんやろさすがにシスタン入れるかなキモくね80で死んだって <laughs> ターゲットっっ<し>たた <laughs> 数学の基礎を固められなかかこと、えー、難しいい問題ばっかり解いてはい、これですね。難しい問題ばっかり解くのは良くないです。もうなんか解ける6割、解けない4割ぐらいの難易度帯の問題をね、とにかく回すっていう、そのもうちょっと背伸びぐらいがね、いいです。次。最初はモチベだったけど後半なくなっていったこと。今思えばこの学校に絶対行きたいっていう意志が弱かったかなっていうふうに思うので、一度学校を見に行ったりしてモチベを高めておくべき、周りに左右される。ゴールデンウィークとからね、うん、結構ありかなっていうふうに思ったりするかな。 まあ、ゴールデンウィーク夏休みとか、結構志望校行ったら、うわ、おもろそうとか、うわ、この学部もいいや、みたいな感じで、自分のモチベっていうのがめっちゃ上がるよね。で、モチベが上がったら勉強時間も上がります。なので、学校飛行学ね、めっちゃおすすめです。はい。オープンキャンパスとかね。はい、次。夏だし、まだ受験は遠いものだと思っていたから、全く意識がなくモチベがなくなったこと。も夏からとか、まあ、そうやな。だから、9月からは、9月からは、全員受験モードだから、もう差がつかん !9 月からの受験勉強、意味ないだからもう今なんですよ。はい。お次。単語帳1日1回 見るルーティンを作ることルーティン作れていたら夏休みわざわざ単語用に時間を割くことがなかったなあの高3のもうファッションコーデは単語帳も入れて一つのファッションになってるんですねだからシスタンってこの青じゃないですかだから青やからあこれじゃあもうアカウントいいやう青なみたいなそういう感じであの服のコーディネートも、ね、しっかりしてくださいなんかお前さ単語帳しか回ってこないねじゃあもうツッコミ出した方がおもろいからちょっ,と言ってくれえっと部活の後疲れすぎて昼寝を長めにしていたため長時間勉強あ連続して勉強する習慣確立あこれね、えー、疲れすぎ で昼寝を長めにしてしまう対処法を言います。昼寝を20分以内に収めてください。そうしないと夜の睡眠に支障をきたします。なので必ず21分以上寝てしまうとも死心配しません。20分以内に昼寝はとどめてください。お次、えー、数学の基礎が固まっていなかったこと。理系であれば数学はどうやっても逃れようがないので、理科に手を出す前に固めておくべきだった。なあ言ってること一緒じゃない？さっきとこれは。うん。理い科い。次行きましょう。はい、えー。どんな風に勉強したら成績が伸びるか試行錯誤せずに闇雲に勉強していた。受験勉強は何をするのかピンと来ていなかった。またそれと考え 前の動画で言ってますけども、うん、闇雲ではなくて、しっかり、ね、目的意識を持って、 勉強法とかもしっかり勉強してね勉強してるしあとはこれ書いてる通り計画も立ててねしっかり自分の合格から逆算して勉強していくことこれはねもうマストかなというふうに思います。はい文系を選んでしまい自己推薦で数学を求められてほとんど落ちない二次選考に落ちたこと理系から文系は簡単でも逆は難しいこれ結構イレギュラーですけど分点って意外とできるんですよただ利点の人はね志望校のこの偏差値をちょっと下げるとかして工夫して受かる大学に出願するっていうのが重要かと思います。 はい、夏への覚悟が足りていなかったもうこれだけでええわ今日の動画も <laughs> これだけでいいわもうはい、はい、お次まだ部活があるから勉強に専念できないとかいろいろ理由つけてだらだら勉強していたらそのままずっと本気で勉強することなく受験に失敗しました今思えば勉強しているつもりで何も身についておらず時間を無駄にしていたなと後悔していますまうーちゃんが言ってるってことはねみんなね夏までにいないいないばね毎日見てください次お願いします <laughs>、ね、はい がむしゃらに勉強したことだからこれ勉強法とか気にせずに勉強したってことね細かくなくていいから臨機応変に変えられるような勉強計画書を作成しておけばよかっただからなんかね計画って緩めに作っといてほしいよねそうしないと破綻するから緩めに優しくサボりも計画に入れてやるのがね重要かと思いますお次共通テストでしか使わない教科を夏休み前からコツコツやらなかったことこれねあの結局 共通テストでしか使わない教科、事件後半ではなかなかやる時間ないんよ。なんでかって、二次試験もあるから、うんうん、二次試験と共通テスト、どっちもで使う教科を後半というのはしっかりやってほしいよね。うんうん、だから、まず漢文とか、えー、と古文単語とか、今しかやる時期ないです、特に理系はね。だから、しっかり今、詰めて、うん、もう漢文なんかはもう夏の文字で満点取れるぐらいには仕上げちゃってください。うん、僕も理系ですけど、現代文やっとけばよかったなというふうに思いますまにここなら後悔なく進学できるというラインを設定していなかったこと。だから、最大目標と、 満足目標っていうのをね、設けておくといいかもしれないですね。最大目標と満足目標、これ覚えておいてください。はい。少しでもいいから毎日勉強して勉強習慣をつけること、これ、いいこと言いますね。習慣つけましょう。ちょっと俺、一人で物置ちしてるから、ちょっと思いつかんかった。何してんねん。<laughs> <laughs> 次、お願いします。<laughs> はい 科学の理論分野は全く復習しなかったせいで夏にかなり慌てた夏じゃねえ秋かえー、っとねまあこれも復習大事なんですよね理論分野って覚えにくいんででなんで復習必要かっていうと原理が分かってないんです理論分野はね原理もワンセットで覚えていく必要があるんですで原理どうやって覚えるかイメージ図で覚えましょうねちゃんとこういう式に対してこういう図が対応してるんだっていうその図までちゃんと覚えておくってことが重要になってきますお次友達家族仲間を大切にしなかったこと勉強やってる自分が一番偉いと思い込んでいた ありがとうと伝えたり友達付き合いとかきちんとするべきだったこれハートつけときましょういやー<の>これすごいなんか一番心に響く一番かみんなのメッセージすごいありがたいんですよ、ねうんけどんかなんかあったんかなっていうメッセージはあるよね、うん、で本当にそうで事件っていうのはまあチーム編まあこ,こでさなんかよくもらうのが事件終わった後に失敗した子が、うん、親とかあ塾の先生すごく申し訳ないっていうのは思わなくていいと思うねん。うんうんうん ただ、やっぱみんなね、家族とかもみんなのことサポートはしてくれてるっていうのはあるから、みんなが勉強していることに応援してるよね。だから、結果っていうのを気にしてるってうよりは、その勉強をやっていること、そういう環境を整えてくれてることには感謝をしてほしいな。うん、ちょっと触りにくいかもしれんけどね、うん、って思ったりします。そうですね。 お次、えー。英単語、古文単語をちゃんと覚えきらなかったこと、11月くらいに本当に後悔する。まあ、これもですね、なので、あの、勘けに、英単語帳とか古文単語帳が多分、まあ、入るので、今のうちにやっといてください。はい。<laughs> 一周回っって同じの言ったしかも俺の <laughs> もう変えてもうそろそろ飽きられるかなって時にお前が言うっていうモッドさんみたいなん <laughs> で割ったらそうなるみたいな <laughs> 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 はいえー、科学で無期有機をノータッチでほったらかしたことなん、まあ、かさっきの方は理論がちょっと手薄だったっていうふうに言ってるんですけど今回は、えー、無期有機ノータッチだったっていうふうに言ってるのでまあこれなんでノータッチになっちゃったかっていうと予習ができてなかったっていうことが原因なんかなっていうふうに思います無期有機とか物理の最後の方の分野とか、えー、生物の最後の方の分野って 結構手薄になりがちですなんで,でかっていうと、履修するのが後の方だからなんですよ。だからこれは予習しておいてください。数学3とかもね。はい、でえちゃんと、チャートのコンパスマーク2から3もやりましょうと。お次。えー、技対策を全然やらなかったこと、共通テスト後からの記述の勉強がとても大変になってしまった。まあ1か月しかないから、ね。これマジで不機のと、これ思ってることで、不機、うん、のと、全期試験、共通テストっていうかセンター試験か。うん、センター試験はめっちゃよくて A 判定あったんですけども、二次試験が全然ダメダメで落ちてしまったんですね。っていうのはなんでかって言ったら、記述対策を全く ややっっっっててこなかったんよのはたよ初め月ったけど全く歯がってたなかったですしっかりもう今の時期から記述対策をやってるとマジでこれ、フキノトは一番痛いいタイプもみんなの合格率一気に上がります、うん、だから共通テスト対策はもちろん大事やねんけど、うん、二次対策も早めからやっといたらマジで無敵です、うん、結構、強手とね、記述ってあんまりかぶらないんでこれ別々にね対策した方がいいと思いますはいえー、みかんかんさん苦手科目から逃げていたこと苦手科目こそコツコツ前から取り組むべきだったと思っています、まあこれさっき の共通テストでしか使わない科目を先にやっとけてるのが結構近いと思うんですけど、まあ基礎はね、夏までに完成させましょう、どの科目でも。もうあまねくやりましょう。夏休みに 3DS の妖怪ウォッチ2の生配信アーカイブを見てしまって勉強時間が大に減りした、この人のコメントとは何か。 はいえー、英語と数学の基礎を固められなかったこと基礎固めは早ければ早いほどいい、まあ、だからこれもねあの参考書とか YouTube で勉強することをおすすめします問題集ご利用しあと基礎が固められないですこれねもうそういうものなんです、はい、なので、えー、参考書とか YouTube とかそういった基礎をこう丁寧に説明してくれてるような媒体で勉強しましょうあ次、えー、英語で難しい長文を解きすぎたこと、えー、10回中3回だけ8割取れたくらいで満足してしまい次のレベルに進んだりしてしまったそのレベルの問題集か1つ下の問題集か レベルの問題集をすればよかった。これねでもしまあこれあれあれはね英語でね結構ま自分のレベルよりも上の問題集やりすぎてしまう。うね、まこれねめっちゃ時間無駄です。うん 自分の例えば志望校よりも上の大学志望大学は広島大学などにも英文特権を投資図をするとかね、うん、めっちゃ無駄なことしてる人多いんで自分の大学っていうのはどれぐらいのレベルなのかなそれに合う参考書だけできたらいいねんから、うん、そこはしっかり考えてね参考書買うようにしてください英、えー、単語帳一冊を終わらせられなかったこと9月から赤本スタートに追いつけなかったでもこの人偉いね9月から赤本スタートしてるのは偉いわ、うん、まあでも単語帳は冊いい単語帳を思,思いつかんくなってるやん <laughs> はい、えー、チャート1周しかできず全く定着してなかったまあ1周してるのねだいぶ偉いとは思うけど、まあ、何周っていうよりはできないところをこう手厚くやってっていうのが大事かなっていうふうに思いますけどどうですかこれは、まあ。チャートは別にやってもやらなくてもどっちでもいいと思うねん正直交際やから。けど、うん まあチャートをやるなら高1高二かなだからもう今はもう、うん、勉強でしっかり自分の受験校がどんな問題でるのか共通で対策チャートとかでしっかりやってもらったらいいかなって思ったりします、うん、はいじゃあ次はちょっと吹きのトークに任せます新しい問題集を買いすぎてしまった買うな <laughs> それは違うねんけども <laughs> <laughs> それはちゃうねんけども、うん、買いすぎてしまってマジで実質二十冊買う人おるんよ、うん、まあ特に実家が 金持ちの人とかやったら親がこれもいいんじゃない、これもいいんじゃないって,言ってめっちゃ買ったりする人多いんだけども、も、うん、マジでゴミでヤになるだけです。<laughs> もう配信開業になるだけなんで、マジで正直言うと。 まあ各教科ごとの黄色本であったりとか決める共通テストシリーズみたいな、うん、そういうふうに対策本、プラス過去問で、それ以外の受験に特化してないような参考書っていうのは、マジで2、3冊でいいかなっていうふうに思ったりしますうん、うん。です。はいえ。お次。部活をしてて勉強時間ばかり気にして、睡眠時間を削ってまで勉強したこと。びー睡眠時間ね、7は取ってほしいですね。で、まあ、受験期あるあるなのが、なんか結構、結局6時間睡眠とかになっちゃうよっていう人いるんですけど、まあ、それでも7時間は取った方がいいです。で、僕だったら8時間取らないと、 記憶の効率悪いです、ね、もうこれやってて思いますけどはいなので7時間以上は必ず寝る極力8時間以上寝るお次受験を理由に彼女と別れたことこれまず一番多分これが後悔してることだと思うで <laughs> <laughs> みんないろんなこと後悔してると思うけども、うん、なんか切実に伝わってきますね正直言うてどっちでもいいとは思うんだけども、うん、まあそれをめっちゃ引きずるとか、うん、メンヘラタイプやったら別れない方がいいかなっていうふうに思ったりしますね、うん、まっ、あ、てか普通に環境の変化ってストレスやからな、うん、はい、えー、毎日やれる範囲で勉強すること勉強しない日を作らないこれ 大事ですねコツコツやりましょうってことやな、これは。はい。で、シンプルに勉強しなかったこと、これわかりやすいね。何かの地球のアイコン気になるわかる <laughs> <れ>地球がシンプルに勉強しなかったことって言ってるの気になるわ。<laughs> <laughs> いいやろ、別に。可愛いな、こののめっちゃ可愛いこのちょうどいいなとっ,って、俺も欲しいわ、このまん丸のさ。<laughs> ちょうど丸のやつね。で、に丸の丸のちょうど丸の。 なんかみんなのロゴさ、普通にニマ丸のロゴより全然いいよな。うん、ほんまに思う。<laughs> <laughs> はい、次、はい。部活やってることを言い訳にして、出された課題しかやってなかった。医者にはほとんど手をつけられてなかった。まあ、部活中もね、勉強法は勉強してください。はい、じゃあお次、吹きの道具に任せます、はいえー。勉強習慣がついていなかったことかな。習慣づけが始まるのは、つまり長時間勉強が不可能なことを意味してて、習慣づけを夏にやるのはさすがに遅すぎる。この人、すごいいいこと言ってて、習慣ってなかなかつけるの難しいから、まあ今からやってくださいっていうのもあるし、うん めっちゃ不気の党が思うわ。なかなか社会人になってさ いいいっぱい勉強することってないんよだからこそ<ー>高3ぐらいっていうか大学生も勉強しません特に文系とかやったらな、うん、だからこそ今しか勉強するときやねからもう勉強しとけよって感じうん、うん、はい共通テスト大失敗して偏差値50前後の私立大学の工学部に入学した大学1年生です仕上げたいと思う参考書が2点3点してしまったことですこれあるあるやな数学で基礎問題成功を使って数3まで完璧に仕上げて何とか入学できましたが仕上がったという実感がついたのは襲いながら、えー、共通 テスト後でした高3から受験勉強を本格的に始めたいならば、えー、チャートをお勧めしないですと、うん、まあ結構評価で決めちゃったらいいと思います参考書ってなんか向いてる向いてないとかあんまりなくてなんだかんだ参考書って全部分かりやすいんですよそう。もう評価が高い参考書ってもうそれなりに売れててで超頭良くてデザインもプロみたいな人がこう作ってくれてるわけなんで分かりにくい参考書そんなないんですよね。で 万が一、まあ、この項目とこの項目とこの項目が分かりにくいみたいなのがあったらそんなもんグーグルで調べればいいんで、まあそんな外れの参考書ってもそんなないです。なんで最初から評価の高い参考書を買っておく、これが重要かなっていうふうに思いますね。はい。ラストかな。大杉、えー。大学を全く調べていなかった。とりあえず偏差値を上げることに真剣になっていたけど、目標が明確じゃなかったから効果的ではなかったかも。全く意味ないとは言わないけど。まあさっきと一緒たね。に、モチベを上げるためにはやっぱり大学を調べて、それを自分の頑張る活力にするっていうのが大事やから、うん、みんなでも志望大学は。 さささとね決めといていいください、はい、そして単語調節をやり込んでカウに入れるぐらいにはね <laughs> ちゃんとね大事に愛してください <laughs> ってことで終わりバイバーイ